秋、非常に大切な季節なんです。今の勉強の完成度が不完全でも絶対に過去問をやれ。過去問って一番大切な教材なんですよ。過去問に対するこだわりなんですよ。だから今のうちにやっておきなさい。さて始まりました、こちらチャンネル。さあ、ここは平田ぜや。どうも皆さんこんにちは、早稲田語学塾代表の平です。何を笑ってんの？皆さんって、どうも皆さんって。森鉄イングリッシュチャンネルをご覧の美男子の皆さんですから。おお、男だけ、はい、だって森鉄イングリッシュチャンネルは視聴者層が9割の男性と1割ので出来上がってますから。はい、はい、今ね、女性ゲストを増やして、女性ゲストを増やすと女性の視聴者が増えるの。へ、うん、そうなんだね。なんで、はい、まあなんとかしてます。そう、意外でしょ、普通なんか女性が出たら男性が増えて、うん、いやでもなんか分からなくもないよ、うん、いろいろゲスト募集しております、うん、まあ確かにね、秋ですしね。あら、うん、どうしたの。このね、秋、非常に大切な季節なんです、大学受験においても。おう、うん、諦めちゃダメ。おう、俺はヒロアキ、秋だけに、ヤシロアキ、エッチスケッチワンタッチだっけ、何なんかなかった、なんとかかんとかヤシロアキみたいな。ラッキークッキーヤシロアキ。あ、そう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 。ラッキークッキーもんじゃ焼き。そう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 。あなたは今、あなたは今幸せですか。私いつも幸せですっていうのがラッキーマンの歌ですね。ラッキーマン、そんなシュールな歌なの。え、ラッキーマン、ヤシロアキが歌ってんですよ実際。あ、そうなの。ラッキーマンの主題歌、全然ない声量で。いいんですよこんなことは、はい、もういつも話がね脇道にそれるから、もう集中してください。はい、はい、今回のテーマはですね、早慶入試。この10月11月、多少今の勉強の完成度が不完全でも絶対に過去問をやれってことです。おー、なるほど、うん、それが今回のテーマ。まあいよいよ10月になり、そしてまあ11月とね進んでいくんですけれども、皆さんね、まあ、過去問をやるタイミングっていうのをどうしてますかっていうところなんですよね、うん、でまあ我々ね、まあこれもう僕が森鉄イングリッシュチャンネルに出始めてからもうずっと言ってることでもあるんですけれども、うん、もう落ちるやつの特徴として、特に現役生に多いんだけど、共通テスト終わってから1日1年分ぐらいの感じのハードスケジュールで過去問をジャンクフードみたいに書き込むんですよね。だけどそんなことやったってね、過去問で実力つかないからっていう話なんですよ、うん、もうちょっと過去問ちゃんと丁寧にやって自らに習熟させてかないと受からないよっていう話をしてんだよね。でほら、以前このチャンネルにも出てた宮武くんいたでしょ、はいはい、もう典型的なそれだった。ヒアリングしてみると、もう雑勉強が、うん、まあ今ねそれこそうちでまあ指導してるけど、うん、彼なんかもそうなんだけど、最近ねやっぱりもう早稲田入試でももう平均点を下回らなくなってきましたから、過去問で、うん、採点してで、それぐらいに成長するんですよ過去問が丁寧だったら、うんうん、皆さんね、過去問って一番大切な教材なんですよ。これなぜかっていうと、まあ、非常に当たり前のことを言いますけども、皆さん何のために勉強してるかって、来年出る本番でね、皆さんに課されるその未来問でいい点取るためにやってるわけですよね、勉強をね。じゃあその未来問でいい点を取る確率を上げるために今勉強しているわけなんですけれども、じゃあ未来問でねいい点が取れる確率って何をもって高いと言えると思いますか。出てこい未来モンスター。そう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 じゃない、あの高橋みなみのやつでしょ。もういない。あ、違ったっけ、今誰がやってたっけ、忘れたけど、うん、ワンピースの後にやってたやつでしょ、朝の日曜の朝の。あ、違う違う、日曜の朝ワンピースがあってワイドなショーがあって、 その後のやつでしょ、うん、未来もんの何をもってできる確率が高いと言えるか、うん、これはね、過去もんでいいパフォーマンスができてるってことがその確率が高いと言えることなんですよ。3年前のやつでも勝った、2年前のやつでも勝った、1年前のやつでも勝った、そしたら来年も勝てるかもしれないじゃん。本当にね、極論しちゃうと、過去問さえできればノーベンでもいいんですよ別に、はいはい、うん、過去問ができるようになるために皆さん勉強してるんでね、うん、今まで問題集や学算等でね。だから時にね、相談とかね、もう保護者の方なり生徒からね、どうやったらこう受かりますかとか、うちの塾ってそれなりにね、早稲田入試とかに関しては合格率ってまあまあ高いものを出してるんですけど、ね、その秘密ってね、過去問に対するこだわりなんですよこれ、結論から言うと、うん、で本来まあそのこだわりができるんであれば別にね、早稲田入る必要ないんですよ、はい、ただちゃんと管理してあげないと、やっぱり過去問へのやり方だったりとかこだわりをね持ち続けられなかったり、計画的にやれないとやっぱり落ち着いて1年1年習熟度の高い勉強できないんで、12月になるとやっぱりどんなね受験生でもやっぱり共通テスト意識するんですよ。共通テスト対策が主戦場になってきて、そしてこれまでやってきた問題集等の復習なんかも非常にこうね、勉強内容のメインになってくる時期になってくるんですよね。ってなってくると、これね、やっぱりこう志望校の過去問に対して意識を向けるっていうのがまあまあ大変なんですよね、うん、っていう中で皆さんにはやっぱりこの10月11月っていうものが
こう多少ね荒削りでまだねいくらか距離があるかもしれないけれども、一回必ずもう真面目にね過去問に取り組んで、丁寧に復習とかね解説のチェックなんかもして、土台っていうものをしっかりと作り上げておくっていうのがとても大事なんですよ。逆に言えばここにできなかったらジャンク風度型の過去問やるしかなくなるんですよね。人間の頭っていうのは習熟っていう能力があるんですよ。まあこれはね皆さんもわかると思うけど、その習熟にはある程度時間を要するものなので、だからやっぱり経験っていうものや知識や理解っていうものが習熟となって皆さんの中に実力として発揮されるようになるには時間が必要だから、だから今のうちにやっておきなさいと。で今のうちに土台があれば共通テストが終わってからの過去問の精度も全然違ってくるんですよ。ある程度やったことがある同じぐらいのものに取り組むのと、どうも初めましてのものに取り組むのってもう体感が全然違うんだから。ということで今日はじゃあ10月11月どれぐらいやるのかっていう話を今からしていきます。まず10月ですね。10月は早慶大受ける方、早慶大の模試、あ模試はまあ一旦置いといて、今回の動画では早慶ラインっていうのとマーチカンカン同率ラインっていうもので分けていきます。あ早慶を受ける人ってことですね、うん、そう、はい、それ以外の方もまあちょっと自分のね受験先にあてがえて、でその滑り止めとかねそういうことも考えながらまあちょっとこうね応用させてください話をね、はい、まず早慶ラインここでまあいろいろ考えたんですけど、3箇所から4箇所1年分ずつ過去問やっておいてほしいです。ほうほう10月で、うん、3箇所から4箇所1年分ずつ、同じ学部3年分とかを一気にやる必要はないです。ある程度散らしてください。先ほども申し上げたように実力には習熟期間っていうのが必要だったりするんで、ある程度他の学部とかも回ってまた2年目をやった方が良かったりするんですよ、うん、なのでまあ3箇所から4箇所早慶ラインの過去問に取り組んでください。でちゃんとね丁寧に間違えた問題に対して解説もチェックして納得があるようにしてください。それが重要です。次にこの10月マーチカンカン同率ラインここら辺も、まあ、3箇所やっておいてほしいです。だからこの10月のうちに、まあ、計6箇所から7箇所の過去問を1年分ずつやっておいてほしいなと、うん、っていうのが、まあ、僕のちょっとこうねお願いとしてありますね。うちの生徒も大体まあこれぐらいですね、うん、10月まあ6箇所から、まあ、まあ7箇所やる人はあんまりいないかなぐらい、うん、ただまあ6箇所ぐらいはやらせてるかなって感じですかね。で11月はまあ10月の土台もあって、ここにさらにこう上積みを足していきます、うん、でここもね数で慌てる必要はないんですけど、ただ11月は学校とかでも現役生の人とか特にもう毎週のように模試があったりもするんで、はい、少しタフなあの11月を強いられるんで10月より少し少なくします。まあ早慶ラインに関してはやっぱりまあ3箇所はやってほしいです。でマーチカンカン同率ラインに関しては2箇所1年分ずつで、まあ10月を加味して10月やってみてちょっと出来が悪かったなとか、あるいはそれこそさ早稲田とかだとねもう5箇所6箇所語学部6学部受けるようなやつとかもいたりするんで、まあちょっと10月やれなかったなみたいなところとか、出来が悪かったな、まだやれてないな、このあたりをまあ一つのねこうどこやるかの選択肢として設けてあげてください。早慶ラインを3箇所でマーチカンカン同率ラインを2箇所やってあげてください。であとは結構まあ模試なんかがあるからまあその復習とかをしっかりやるので、まあいっぱいいっぱいかなという印象ですかね。これだけのボリュームやるとこの10月11月で学部によってはもう2年分とかやれたりするんで、でしっかりとそれなりに復習なんかもしたりしながらやっていけますんで、まあ、解説見てちゃんと理解する、で2日後3日後あたりに間違えた問題に対してもう一回再アプローチをしてみたりする、そうやって必ずねもう一回2日後とか3日後あたりに間違えた問題に対して再アプローチしてください。ちょっとこう頭がフレッシュな状態であの時間違えたものに対してもう一回アプローチすると見え方全然違うんで、うん、だから、まあ、このね2日後とか3日後あたりにもう一回アプローチするっていうこのワンクッションが全然ね違いを生んでくるから、これ必ず入れてあげてください。まあ今ね申し上げた10月11月の過去問の消化量を確保できたら、本当にね12月って全くやらないとは言わないんだけど、年末年始の休みがあるんで10月11月やった上でちょっと出来がいまいちだったなみたいなところをまあ1箇所2箇所ね1年分ずつぐらいやってもいいのかなと思うんですけど、実際それがちょっとこうもう限界かなというふうに僕も思うので、あとはもうやっぱね共通テスト終わってからかなという印象です。12月は大変と、うん、結構大変、うん、これはもう毎年の生徒
と見てても、やっぱ12月に次第入試本番のことで一生懸命に慣れてるやつってちょっといないというか、空気が読めてないですね。そうですね、うん、なるほど。いやいい締め、これはいい話聞けたんじゃないですか。あ、本当ですか、はい、なんか森哲ちゃん目がこんななってるけど。いや僕はもうだってもう12時過ぎてるからなんかこんななってるから、瞳孔開いて。いやもう本当に半分ぐらいは聞いてなかったけど、いい話だった、うん、よかったです。いつも言ってるけど聞いてないだけなんですけどね。はい、はい、いや本当いいこと言うんですけどね。はい、いやさすがにね、これだってもう何本、7本目とかなんで、俺もうあと8本とかかもしれないわ。じゃあさ、この漢字ゴルゴの好きなところを10個だけ挙げてくれたら。やっぱキラさんが書いてないところ。違う俺だけで作ってるわけじゃないから。そうそう、ね、そうそう、その意味ではね、はい、でもめっちゃ頑張ったよこれ。どう、皆さんねお手に取って、うん、はい、なんかさ持った感じもいいっしょ。ああそうですね、もう書店で見つけたら、はい、お手に取って。違う警察呼ばれる。いただければと思います。はい、ということで今回は平さんに10月、はい、11月過去問ちゃんとやろうよっていうこと、はい、結構ここ2年本当に秘密があるんで頑張ってください。